はい、皆さんどうもこんにちは、ゆうたチューブのゆうたです。今日は許可を得て僕が通った中学校に来ています。この動画を撮影しているのが5月の10日で、いよいよ高校生になるんですけど、新しい高校があと1週間で始まります。まあその高校が始まる前に、日本人の僕がタイの中学校に通った経験、学校生活とか授業内容をまとめた動画を撮りたいなと思いました。興味を持って見ていただけると嬉しいです。タイの学校、小学校から高校までの新学期は5月の中旬から始まります。で、1年に2学期あって、1学期目が5月中旬から9月の終わりまでです。その後2、3週間の休みを挟んで、2学期目は10月中旬から3月中旬までです。4月はタイの一番暑い時期で丸々休みです。これが1年の流れになります。ここが僕が実際に授業を受けていた教室です。毎日のスケジュールなんですけど、僕の中学は自宅から近かったので、7時に家を出てロッツーっていう乗り合いバンがあるんですけど、それが来ない時はバイクタクシーに乗って登校して、朝礼が始まる7時半までに学校に着くようにしていました。で、朝礼が8時まであって、8時10分に授業が始まります。これが2年生の時の時間割なんですけど、で、お昼休憩は10時40分から11時半、日によっては11時半から12時20分の時もあったんですけど、基本結構早めでした。で、全校生徒が2000人ぐらいいるので、いっぺんに食堂に人が集まると入りきれないので、学年によってお昼の時間をちょっとずらしていました。でも僕にとってはこの10時40分とか11時半とかいう時間はお昼ご飯食べるのには早かったので、1時半とか2時半とかにはもうなかなか空いてしまって、最後の授業にはもう空腹に耐えながら授業を受けていました。授業が終わるのは10時50分ですけど、日によって課外活動の赤十字があります。普通タイの学校は男子が公立学校で女子が赤十字っていう感じなんですけど、うちの学校は赤十字活動っていうのが必修でした。赤十字活動でどんなことをしたのかと言いますと、整列の仕方だったり、あとパレードの歩き方で、これが本当にマジの歩き方なんですよ。例えば歩く時の肘の角度だったり、足を上げた時の角度もそうですし、あと敬礼のタイミングとか、お腹に力の入れ方とか、もう相当きついことを習いました。でも赤十字の歌とか絶対腰にかかるんですけど、もうそれ絶対聞きたくないです。しかも練習の時にタイミングがちょっとでもずれると先生から怒号が飛んできます。で、毎年タイの赤十字の創立記念日にバンコクのサイアムにある国立競技場で、タイ各地の学校のグループのパレードの綺麗さを競う大会に参加してるんですけど、その中で4時間ぐらいカンカン照りの中、会長が到着するまで待たされました。で、その活動の中でも怪我人の応急措置だったり、人工呼吸とか AED 蘇生術とか、実際に人でやったわけではないんですけどね、あとは精神のコントロールとかも慣れました。本当にきつかったことばっかりですけど、日常で役立つなことも結構教わったので、それは本当に良かったと思います。だから例えばね、どこか歩いてて目の前で人がバタって倒れたりしても、パニックにならず処置ができるシーンがあります。高校に入るとボーイスカウトとか赤十字っていうのはなくなってしまうんですけど、その代わりに労働というものがあります。日本の労働ではないです。それは簡単に言うと兵隊のトレーニング、タイには兵役があるんですけど、
まあその労働に参加すれば成人になった時に入隊の年を行かなくていいらしいです。毎年4月になると入隊のくじ引きのニュースがとても盛り上がるんですけど、退屈を決めてしまったら1年の強制入隊を受けられます。まあ、志願して5年だったり10年だったり、とか兵役についていたら、まあ、名前の前につける称号みたいなのがもらえるようになります。で僕はまあ外国人なので、まあ、労働に行きたくても行けないんですけど、まあ、高校の男子は全員行くはずなので、まあ、どんな感じか友達に聞いてみたいと思います。で日本のような部活動はまあないことはないんですけど、まあ、強制でもないし盛んでもないし、あとは活動種類もあんまりなかったです。毎日やってるかどうかも知らないですし、僕はそれにも参加していませんでした。次は制服です。制服は4種類あって、普段は公立だったら絶対上が白っていうのが決まっていて、名前と校章がついている制服を前学期の初めに買っていました。ズボンは学校それぞれですけど基本的に暗い色です。僕の学校は紺色のズボンで、靴下は白、靴は黒い革靴でした。体育着は学校カラーの紫をベースにした半袖と長ズボンでした。正直運動するのがちょっときつかったです。赤十字がある日にはそれ用の服があります。で、あと学校の創立記念日とか仏教の儀式が年に数回あるんですが、こういう時のための行事の服というのもあります。これは本当に暑いです。続いては校則についてです。主な校則は髪型と制服について書かれたものなんですけど、髪型は男子が学生型という髪型で、もう全部青くなるぐらい刈って、上だけ少し長いという感じでした。で、女子はボブみたいな髪型なんですけど、耳たぶよりも少し短いという決まりでした。で、あと校則を守りますという同意書に、まあ、入学する前にサインしないといけないんですけど、そこに彼氏彼女は一人まで、彼氏彼女は一人まで、彼氏彼女は一人までという校則が書かれていました。で、それを、帰って両親に伝えたところ、大爆笑しました。で、もし校則に違反したら、まあ、始末書を書かされるんですけど、まあ、その始末書を何回も書かされるような態度をしていたら、まあ、それなりの処分、例えば親が呼び出されたり停学処分になったりします。で、日本では、まあ、一時期ブラック校則みたいなのが話題になったと思うんですけど、まあ、僕の学校はそういう理不尽な校則はありませんでした。ここからは僕が通った中国の主要科目について話していこうと思います。まずは日本の国語にあたる大語。この教科は大きく2つに分かれていて、教科書も2冊あります。1つはタイの文学作品を使った、読解の授業で、昔の詩人や王様が書いた小説などを読んで、まあ、内容を把握してそれを議論するという授業です。もう1つは文法とタイの文化の理解の授業で、こちらの教科書には、文法だったり王室の言葉だったり、各地の文化の紹介などが載っています。王室の言葉についてなんですが、タイには一般人が王室の方と話すときに使うためだけの丁寧語があります。まあ、本当にそれがタイ語なのかってぐらい普通のタイ語と違うんですけど、それで話さないと失礼とみなされて、不敬罪とまではいかないですけど注意されます。あとタイの小中高の学校は全部前学期に1回タイの詩を覚えるという、まあ、課題があります。長さ的には A4 の紙1ページ分ぐらいと、まあ結構長くて、まあ、僕はそれが嫌で、タイ語の授業が好きではありませんでした。まあ成績も中の下嫌いでした。
以前の動画でもお話ししましたが、僕はイングリッシュプログラム、略して EP という主要教科を英語ネイティブの先生が教えるコースで勉強しました。まあ、なので英語はもちろん、数学や科学の授業は全部英語です。まあ、タイ語やタイ語だったり主要科目以外は、タイ語での授業でした。数学の、ことになんですけど、僕はあんまり好きではなくて、受験勉強のせいでさらに嫌いになりました。だけど成績は良い方でした。で、使っていたのはこの、分厚い教科書ですね、マクグローヒルの Math 789 です。まあ、イラストがついていて、あとはいろんな問題の説明や解説がとても分かりやすかったです。まあ、このページは日本でいう合同と相似についてです。数学の先生はですね、入れ替わりがとても激しくて、1年生の時は3人、2年生の時も3人、そして3年生の時は2人、先生が交代しました。まあ、1年生の最初の先生なんかは1週間で交代していました。外国人の先生はね、まあ、家庭の事情とかで学期中でも帰国しないといけないということがあると思うんですけど、まあ、そういうのが想定外だったんで、それが EP のデメリットかもしれません。次は科学。科学は3年間全員が、先生が全員とても優しかったです。僕は特に3年生のイギリス人の先生と、とても仲良くしてもらったんですけど、まあ、彼はマンチェスターユナイテッドのファンで、僕はマンチェスターシティのファンなので、毎日のように「やーい負けたー」といじり合いをしていました。教科書はこちら、マクグローヒルの789 サイエンスを使っていて、各学年に2冊ずつありまして、2冊ありましてですね、1つはこうイラストとかグラフだったり表だったりがある、このテキストブックという教科書で、もう1つはそのテキストブックで読んだ内容を問題集にしたノートブックです。で、まあ、毎回、テキストブックで読んだ内容を、まあ、こちらで回答していました。英語も教科書が2冊ありました。こっちが文法とライティングの本です。で、こっちが読みと読解の本です。こちらの本はチャプターごとにテーマがあって、例えばこのスマートアート、面白い芸術という意味なんですけど、こちらはその芸術に関するストーリーを使って文法やライティングを習いました。で、こっちがリーディングエクスプローラーで、こちらもさっきの本同様テーマがあって、例えばこのスイーツセンス、いい香りという意味なんですけど、こちらは、読み、まあ、発音を、きれいにしたり、あとは書いてある内容をしっかり把握する読解を習いました。2年生から日本語の授業っていうのもあって、まあ、これは選択じゃなくて必修で全員が勉強してました。本当にすごく変な気分で、多分先生もちょっと教えにくかったとは思います。で、まあ、それが週に1回、タイ人の先生があいうえおから読み書き、そしてリスニング、簡単な文法、まあ、例えば何々の上に何々がありますみたいな感じのことを教えていました。
でも僕はあの日本人で余裕だったので、先生のアシスタントをしたり、あとは友達がわからないっていうところは、僕が手伝ったりしていました。教科書は先生の自作で、成績は、もちろん前書き満点をもらっていたんですけど、まあ、友達からずるいとか不公平とか言われることはありませんでした。ここからはちょっと思い出話なんですけど、やっぱり一番の思い出は1年生の時に全員でシンガポールに行ったことです。これはイングリッシュキャンプといって、まあ、日本でいう修学旅行にあたると思うんですけど、5泊6日の旅行中、午前中は英語の集中講座で、午後はシンガポールツアーで、ユニバーサルスタジオ、ナイトサファリ、科学博物館など、いろんな場所を観光しました。その時はまだ入学して1学期勉強しただけだったので、まあ、外国人と英語で話すのが難しくてだいぶ苦戦しましたが、まあ、とてもいい経験になりました。中学のその他の思い出は、まあ、タイ語のテストでクラスメイトが僕に、ユータよりタイ語の点数低かったら退学してやると言って、本当に僕が彼より高得点を取ってしまったり、赤十字全員で国立競技場でパレードをしに行った時に友達と助け合ったり、本当にたくさん思い出があります。この中学を選んでこんな友達ができて本当に良かったなと思います。その他にも、社会だったり音楽、中国語、保健、体育、図工、家庭科などの、授業がありました。ここからは僕が自宅でどのような勉強をしたかをちょっとお話ししたいと思います。僕は多分タイ語の方が日本語よりできると思うんですよね。まあというのは、環境が日本語は基本自宅で両親と会話するときにしか使わないんですよね。それで将来日本の大学に進学するという選択肢もあるので、まあ、それを考慮して、学校で習うこういった教科の予習復習を日本語でも、していました。まあ、具体的には、日本政府がタイに住む日本人の子女に、義務教育機関の教科書を無料配布して、小学校の時から大使館に受け取りに行ってたんですけど、その教科書を読んだり、あとはトライイットという無料オンライン塾を使って、今月は何をどのぐらいやる、というのを自分でスケジュールして勉強していました。まあ、僕の印象だと、タイの中学校で教わったことは、まあ、順番はちょっと違うんですけど、英語以外内容はほぼほぼ日本と同じでした。2年生の時から、コロナの影響で授業が全てオンラインになりました。みんな同じだと思うんですけど、あの僕もずっとうちに引きこもって、特に受験勉強を始めた頃とかなんかは、もうあの友達の代わりにこのいつも使っている iPad 君と大親友になり、毎日ずっと勉強していました。出席取る時以外、あの授業中先生が話しかけても誰も返事せず、カメラもオフのままで先生が一人だけ喋っているという奇妙な授業が続きました。皆さんも、まあ、こういう経験があるのかはわからないんですけど、あのずっと先生の話を聞いているだけじゃやっぱり授業に集中できないんですよね。まあそのせいで僕もちょっと成績が下がってしまいました。友達もほとんど話せなかったし、あとは彼女ともですね、あのどうせ会えないから、まあもういいかと言って、あの別れました。オンライン授業はあのずっとうちにいるので、あの便利といえば便利ですけど、まあやっぱり生の授業というのはやっぱり大事なことですよね。本当に身をもって実感しました。毎日学校に通うことができるって幸せですよね。中学生活をまとめると、コロナのせいで中学の半分はオンラインだったし、まあ、仲いい友達もせっかくできたのに、もうオンライン授業になっちゃって会えなかったし、本当にいい学校だったんでね、もうちょっとエンジョイしたかったです。あとはこれもコロナのせいなんですけど、高校からイングリッシュプログラムがなくなることが分かって、
本当にマジかよってなったんですけど、それが1年前で高校受験することに、なって、まあでもこれも人生なのかなって感じて受け入れて、今できることをするしかないんだなって学びました。今年の目標は彼女を作ること、彼女を作ること、彼女を作ることじゃなくて、英語のボキャブラリーをもっともっと増やしたいと思います。中学3年間の動画をね、1回にまとめることはちょっとできないんですけど、皆さんの中学の思い出や、あとは日本のオンライン授業はこうだったよとか、タイと日本の中学校の違いなどがあれば、ぜひコメント欄に書いてください。それでは本日もご視聴いただきありがとうございました。もし何かリクエストや知りたいことなどがありましたら、できる限りお答えしますので、 YouTube のコメント欄や SNS の DM までお願いします。卒業式はありませんでした。卒業証書を受け取りに行っただけです。